もこんばんは。10月21日小川入りの大きにラジオリターンズ、お相手はシンガーソングライターの漢字の小川入り、カタカナの入りで小川入りがお届けしております。さて、夜めちゃくちゃ寒くなってきて、全国的にこれもう寒いんですかね。なんかもう薄手のパーカーみたいなんじゃもう足らないね。全然コート、もうコート引っ張り出さないと死んじゃう。もうそれぐらいすごい寒くて、てかなんか昼がね結構なんでしょう、汗ばむぐらいの気持ちよさなのに、なんでしょうね、夜になるとめちゃくちゃ寒いんですよね。だからやっぱこれは寒暖差、やっぱ新潟ならではだなと思いながら、でもどうなんだろう、全国的にやっぱ寒いのかね。いや、もう冬が近づいてきておりますね。なんかもうヒヤヒヤしちゃう。もうまた雪が降るかと思うと、もうねなんかもうドキドキしちゃうんですけれども、そうやってね日々の移ろいを頑張って乗り越えていかないといけないなと思っているんですけれども、そんな中、先日ですね、愛知県の犬山市の明治村というところで歌ったのと、大阪で妹分のように仲良くさせていただいているゆうきちゃんの企画で、大阪ドルチェアートホールというところでね歌わせていただいて、ちょっとね下手したら2022年の大阪ライブがこれがラストになるんじゃないかなと思ってちょっとヒヤヒヤしてるんですけど、いやでもねドルチェアートホールさんで歌わせていただきまして、そしてねそこになんとか間に合うようにゆうきちゃんとね第3弾のコラボCDを作ってたんですよ。第1弾と第2弾も作ってたことがあって、これもだいぶ前なんですけど、山手線を一周回るとか環状線を一周回るみたいな時に CD を販売して5枚売れたら次の駅へみたいな企画をやってたことがあったんですよ。それのためにコラボCDを2枚作ったことがあって、改めてね、まあお互いいろんなことがあった上でちょっと新しくコラボCDを作ってみようかということで、今回しおりという曲をですね、このあれですよ、ドルチェアートホールのためにってか、その前にもあったんですけどね、コラボシーン、コラボ曲ねあったけど、なかなか仕上げられずにいたやつがありましたので、それをちょっと頑張って、もうマジ夜な夜なもうやり取りして、もう半分もなんかできんのかなとか思いながら頑張って作った CD がですね、10月の16日そのドルチェアートホールで発売になりました。ちょっと通販の方にもね上げておりますので、よかったらぜひねゲットしていただきたいんですけど、私のホストスミレという曲をゆうきちゃんが歌ってくれてて、弾き語りで、私はゆうきちゃんの、まあ、代表曲ともいえるメガネっ子を歌わせていただいております。それで3曲入りで1500円でね販売させていただいたんですが、いやいやもうねこれが本当にもういろんなトラブルがあって、せっかく作ってきた CD を忘れるとかね、もう半べそ書きながらなんとか発売にこげつけたんですけれども、今日の1曲目のナンバーはこちら、もう頑張ってすごい頑張って作った、小川入りがね、アレンジ、そしてゆうきちゃんがですね主に作詞をしてもらって、ほんでまあ作曲を2人でしたみたいな感じの、ちょっと思い入れたっぷりのこのコラボ曲を今日のオープニングナンバーにさせていただきましょう。それでは今日のオープニングナンバー、小川入り×ゆうきでしおりというコラボ曲をお届けさせてください。ずさ
しまった優しい横顔もほら浮かんでくる。ああ風は吹き、ページをめくってゆく。この歌をしおりにする。この世界は止まってくれないから、紡いでゆきたい。声を重ねて。お届けしましたナンバー、小川入ゆうきのコラボ曲しおりというナンバーをお届けさせていただきました。いやもうマジでこれね、本当になんでしょうね、最初にこの曲ができてからすごくなんかこういろんな苦難をあのゆうきちゃんと私とこう乗り越えてできた CD なので、もう下手したら来年になるんちゃうかなと思ってたからさ、年内に出せてよかったな。もう本当なんかそういう意味ではすごく思い入れのある CD ですので、ぜひね、ゆうきちゃんの弾き語りも入ってますし、小川えりのね、ゆうきちゃんの曲の弾き語りも入ってますので、ぜひ CD をゲットしていただけると嬉しいです。本当に報われる気がする。そうしたらもう本当に大変だったんで、よかったらねぜひ皆さんのお手元にこのしおりのねコラボ CD が手に届くことを、はい、夢見ております。よろしくお願いいたします。そして今日はですね、ラジオテーマがなんとなくこう急に思いついたテーマなんですけど、そうなんか特にこうなんかピンとくるその今日は何の日的なテーマがなかったんですよね。でなんかないかな、どんなテーマにしようかなと思ったんですけど、今日のラジオテーマはコレクター魂、ついつい集めちゃうもの。私の集めちゃうものは最近ちょっと落ち着いてるんですけど、一時期なんか食品サンプルのあの駄菓子、お菓子ついてるやつみたいなあるじゃないですか、あれとかガチャガチャの食品サンプル系にハマっていろいろ集めてたことがありますね。そもそもなんか食べ物が大好きだから、なんか食品サンプルすごい惹かれるんですよ。だからなんかその食品サンプル系とか、あとはねなんか急にミニオンズにハマってミニオンズ関係のものを集めたりですとか、でもまあなんか流行、自分の中のマイブームみたいなのがあって、そのマイブーム中はめちゃめちゃ集めるけど、そのマイブームが冷めるとまた次の標的にみたいなのが結構あって、でもまあまあまあ物が増えるからね、基本その集めすぎたら邪魔っていうかね、まあ、その片付けができないたちなので、なんか綺麗にディスプレイとかできたらいいんですけど、まあ、なんかうまく活かしきれてないなと思って、ちょっとあんまり集めるのはちょっと控えてるんですけれども、コレクター魂皆さんはいかがでしょうか。早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム埼玉のマッサンさん、おなんと嬉しいメッセージいただきました。こんばんは、そしてご妊娠おめでとうございます、元気な赤ちゃんを楽しみにしていますとメッセージいただきました。ありがとう、もうみんな本当嬉しい、ありがとうね。そしてコレクター魂、ついつい集めちゃうもの、コンビニエンスストアの何か買うとクーポン券で翌週別の品物がもらえるキャンペーンのコレクターです。毎週火曜日に対象商品が変わり、どこのコンビニもキャンペーンをしているので、1つの値段で2個買えるお得感でハマっていますよ。そうそう、たまにねこうなんか行った時にそういうのがあったらラッキーってなるけど、そっか、意図的にそれを集めるコレクターさんになってるんですね。それもうちょっと考えたら、私も考えてあのコンビニに意図的に行くようにしたらもうちょっとお得かしらね。ラジオネーム埼玉のマッサンさん、メッセージお気にありがとうございます。そしてもう一通メッセージをお届けいたしましょう。ラジオネームジャスミンさん、こんばんは、改めておめでとうございます。嬉しい、エリさんにはまた驚かされましたね。次はどんなことで驚かされるのかと思っています。どんどん驚かしていきますよ。ということでテーマの集めちゃうものですが、今はもう集めているものはないですが、おまけについているものは危ないですよね。もう一つとコレクションの沼にはまっていきますから、ミニカーやトレーディングカードももう一つと危ないものです。そう、危ないんだよ、あのおまけね、ビックリマンシール的なさ、なんかいろんなものがこう
あって、そのレア物とかが当たった時のあの快感よ。うお、レア物来たみたいなね。そう、そんでそのチョコレートをいっぱい食べなあかんのですよ。チョコレートは捨てたら飽きませんからね、びっくりマンチョコのね。あと野球のカード、断捨離したけど数枚だけ手放せず残っています。この数枚でお店で買ったら7万円は すると思います。結構レアなものじゃないですか。そう、野球カードも流行ったよね。そういうなんか価値のある系のものはいいですよね。あとさ、デュアルモンスターズとかさ、そのなんかカードゲーム系もめちゃくちゃ流行ったよね。うちの弟めちゃくちゃ集めててさ、なんかその高いカードを買いに行ったりとかしてましたよ。でもなんか最終的にはそれは飽きて押し入れの中になっちゃったんですけど、あれ今でも価値あるんじゃないかな。勝手に売ったら怒られるかな多分怒られるかな。ラジオネームジャスミンさん、メッセージお気に入りありがとうございます。それではですね、もう一つメッセージご紹介させてください。ラジオネームザキさん、コレクター魂、ついつい集めちゃうもの。コレクターとまではいかないかもですが、趣味でマラソン、ランニングをしていて、各地のマラソン大会に参加しています。そこで記念の T シャツやタオルをもらったり購入したり、これが面白くて集めてます。実用的なのでいいですが、 T シャツなんかもう100枚近くあってしまうところがなくて困っています。100枚、それはすごいですね。100枚は確かにしまうところがないな。でもなんかさ、アーティストのグッズとかも楽しいよね。アーティストのタオルとかもどんどん溜まっていくでしょう。でもそれもコレクター的な感じでね、集めていっていただけたらなと思います。そうだよ、私も結構銭湯のタオルとかも集めちゃうな。なんかこうついついこう集めちゃうタオルとかはわかります。ただ T シャツ100枚はなかなかの重さですね。ラジオネームザキさん、メッセージお気に入りありがとうございます。それでは今日のゲストなんですけれども、今日のゲストは以前小川愛理のイベントにも出てくださったことがあるピアノ弾き語りシンガーソングライター野崎ひかりちゃんが遊びに来てくださいました。それではゲストコーナー行きたいと思います。そうやって自分が悪かったかどうかさえもう全然わからなくなって、私だってさ、私だってさ、Today's guest、 野坂ひかり。ということで今日はですね、おおきにラジオリターンズ、以前私のイベントにも出てくださったことがあるピアノ弾き語りシンガーソングライター野坂ひかりちゃんが遊びに来てくださいました。今日はありがとうございます。はい、えりさんのラジオにお邪魔します。ピアノ弾き語り切実系シンガーソングライター野坂ひかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますめっちゃ久しぶりでめっちゃ嬉しいです、はい、そうなんですよね。川崎県境でチラリと今年に入ってからね、そうそうそう、ご一緒させていただいた以来そうなんですよ。のような気がしますね。やっぱりね、はい、銀座街だったらバタバタしてるからなかなかね、ゆっくりお話ができなくて、ね、はい。でね、まあその今日はちょっといろいろなお話をお伺いしていきたいんですが、まず気になったのが、はい、とかも私ずっと気になってるのが、はい、あ、そうなんですか。切実系シンガーソングライターっておっしゃってるんですけど、はい、切実系ってなんだろうなと思って、はい、はいはいはい、いやそうですよね。で、実は名付け親というか名付けた切実系っていう名前をつけてくれたのが、うん、自分ではなくて、あの私の幼なじみの女の子なんですよ。おー、そうなんだ、はい、そうそうそうです。彼女が私のそのアーティスト写真とか、うんうん、CD のジャケット写真だったり、その、あの販売していた、ポストカードのイラストとかフライヤーのイラストとか全部描いてくれてるような、なんかすごいマルチな、お仕事としてはゲーム会社のデザイナーをやってるようなね、何年だろうな、25年以上付き合いのある、まあ、女の子がいるんですけど、めちゃめちゃ仲良しですね。すっごい長いんですよ、うんうんうん、でその子があのヴィレッジヴァンガードっていうセレクトショップというか、あのヴィレヴァンって分かりますよね。もちろん、もちろん、あの有名なヴィレヴァンでございます有名な、はい、でヴィレ、なんか縁あって新宿店のヴィレヴァンに期間限定でこう1ヶ月間の野坂ひかりの CD を取り扱ってもらうっていう、まあ企画というか
そういった時があったんですけど、うんうんうん、その時にあのビレバンポップっていうあの黄色い紙にビレッジヴァンガードって書いてあって、店内にこう手書きのポップが飾られてるかと思うんですけど、あれをこう渡されて、うんうんうん、あの何枚でもあの好きなように書いてくださいって言われたんで、うん、その女の子に、幼馴染の女の子にも、あのビレバンポップ書いてみるって言ったら、え、あのポップ書けるんだ、嬉しい、書く書くって言って書いてくれたんですよ。で、あのイラストとそのなんか野坂ひかりみたいなことを書いてくれたんだけど、その書いてくれたポップ全部に切実系って書いてあって、なんかその時にあの、まあ、椎名林檎さんが新宿系って名乗ってた、うんうんうん、で、まあ、ちょっと前ですけどカヒミカリーさんとかが渋谷系って言われてたから、うんうん、あの野坂ひかりは切実系どうみたいなことを言ってくれて、でも確かにそうなんですよね。あのそれまでは大してそのキャッチコピーみたいなのをつけて活動はしてなかったんですけど、うんうんうん、まあ、言われてみれば確かに切実な歌ばっかり歌ってる と思って。あ、なるほどね、うん、そうなんですよね。でも確かにキャッチコピーが入るとうんってなるもんね。なんだろう、切実、うんうんうん、みたいなんで考えるもんね、うんうん、服になるもんね。そう、 そうですよね、うんうん、なるほど、まあ、その、はい、うん、切実、その歌詞が切実なのかそのメロディーが切実なのかはちょっと後でね、はい、曲を聴いて皆さんに判断していただきましょう。そうですね、ぜひぜひ。はい、はい、え、そして、まあ、こちらのラジオが新潟県の南魚沼というね、まあ、越後湯沢のスキー場とかあるあたりのラジオ局なんですが、うんうん、新潟に来られたことってありますか？はい、ね、実はあの先ほど新潟のググってみたんですけど、スキー場とあと温泉と川端康成の雪国ですよね、うん、あ、そうそう、ちょうどその辺ですね、舞台、はい、行ったことはないんですけど、うん、ないんですけど、私試食の仕事のバイトをしてた時に、うんうんうん、新潟県のお米を美味しいですよって言って試食を配って販売してたことはありますっていう。そう、美味しいよ。ね、今はね、なんか試食販売あんまなくなったけれどもね、うん、そうですね、コロナに入ってやっぱそういうの全然なくなりましたよね。そうだよね、ちょっと寂しいけどね、うん、うんうん、そうか、じゃあそのお米美味しいイメージが、お米美味しいイメージですね。なんかそうそう、きっとそう、のどかでなんか美味しいお米が育つようなこうね、土地なんだろうなっていう。なんかね、寒暖差が激しいとあの美味しいお米が育つらしいですよ。あ、なるほど。そうなの。だからやっぱ寒い、めっちゃ夜とか。寒いんだ。すごい寒い。やっぱね、雪国だけあるけれども、昼間結構暑かったりするから、まあ、その寒暖差にびっくりするけど、はいはいはい、いいねにはいいらしいですね。うん、あ、なるほどね。はい。いつかぜひ新潟にお米を食べに来てください。はいはい、温泉もね、入りに行きたいです。ぜひぜひ、はい、そしてね、まあ、あの音楽活動ね、いろいろあの多岐にわたって今ラジオされたりですとかいろいろされてらっしゃるようなんですが、はいはい、もともと音楽活動を始められたのはいつぐらいからなんですか？これね、15年目なんですよね、今年で。お、意外と、はい、意外とやって15年目なんですけど、うん、高校卒業してジブリ美術館のカフェで働いてまして、いろんなとこで働いてるな。そうですね、そのカフェの働いてる時に、たまたま声をかけられてライブに出演することになったのがきっかけなんですよね。え、歌とかはやってたの、はい、その時。まあ、高校生の時に軽、音楽部で部活でバンド、ね、ガールズバンドみたいなのを組んでて、ただその私以外のメンバーがそれ以上高校卒業しても続ける気がなかったんで、自然解散というか、まあ、自然消滅みたいな形で、ね、うんうんうん、そう終わっちゃったんですけど、まあ、高校生の17歳の時に、弾き語りの、まあ、自分のオリジナル曲っていうんですかね、それを作り始めて、うん、で、まあジブリで働いてた時が18歳とかだったんですけど、こうあのどこかで発表できる場所がないかなっていうのはずっと考えてたんですよね、うんうんうん、でそれでたまたま、まあ、ジブリ美術館のカフェで知り合った方から私のライブに出てみないって言われて、ライブ活動したりとか、ジブリと
渋谷のオーイーストっていう結構大きめのライブハウスを掛け持ちして働いていたお友達がいて、でその方はたまたまオーイーストの、あのブッカーに私のデモテープみたいなのを渡してくれて、でちょっとここからこうまたメジャーの方との対バン組んでいただいたりみたいなことから、なんかライブ活動がどんどんつながっていったんですよね。あ、じゃあご縁があったんですね、きっとそこからね。そうですね、なんかそれで気づいたらやってるっていう感じだったので、なんかこうオーディションに応募してとかそういう経歴ではなかったんですけど。あ、なるほど。ちなみに軽音楽部の時はパートは何だったんですか？ボーカルでした。おお、私も軽音出身なんですよね、はい、あらまあ。そう、でもなんかボーカル志望だったけど、ボーカル志望いっぱいいすぎてギターになっちゃったみたいな。そうだったんですか。そうなの。まあ、それでギター弾けるようになったからよかったけど。ああ、そうですよね、確かに。でね、そのピアノはずっとやってたの？そうですね、あのピアノは5歳の時からおお習ってて、でそれもあの、まあ、母がエレクトーンみたいなのを趣味でやっていて、鍵盤が家にあったので。あ、なるほどね。でそれをこうね、子供の時にこうみんなが積み木とかおもちゃで遊ぶように、私はその鍵盤を触って遊んでたみたいで。あ、はい。じゃあ、まあ、そのピアノを弾くドアも全然抵抗なくて、曲を作るのもピアノ を弾いて作り始めたみたいな。そうですね、まあ、5歳から、まあ、個人の先生にピアノずっとクラシックを主に習ってたんですけど、歌を歌うのも別で好きだったので、なんかそのでもピアノ弾きながら歌うっていう発想がねなかったんですよ、私。意外となんか同時にできないだろうって思い込んでて、高校生の時とかまで。だからその部活でも全然バンドボーカルに徹してて。あ、なるほど。じゃあハンドマイクでね。そうです、ハンドマイクだったんで、なんか意外とやってみたらできた。今はもうあれですもんね、ピアノめっちゃ弾いてるイメージしかないな。弾いてますね、確かにね。そうなんですよ、はい。そっかそっか。じゃあね、まあそのそういう感じでね、ピアノ弾き語りで徐々にこう、はい、いろいろ縁がつながって活動を始められた、はいはい、ということなんですが、こう例えば影響を受けたアーティストとか曲とかってあったりするんですか？私結構女性シンガーソングライター全盛期みたいな時代がとても好きで、鬼束ちひろさんとかコッコさんとか椎名林檎さんとか、ああいうちょっと暗い曲じゃないんですけど、ね、暗い曲がトップチャートを飾ってた時代みたいなのは本当に好きでしたね。確かにそうだよね、よく考えたら暗い曲ばっかり、はい、そうなんですよね。そうだよね、今じゃ流行らないぐらい暗い。そう今じゃ流行らないぐらい。あのね、そうなんですよ、あの、まあ、浜崎あゆみからあの鬼束ちひろ、椎名林檎、まあ、浜崎あゆみ、椎名林檎、鬼束ちひろ、コッコみたいな感じで、こう、まね、シンガー、まあ、浜崎あゆみは曲は作ってなかったですけど、歌詞は全部自分で書いてるアーティストさんだったので、まあ、やっぱり結構暗い歌詞も多かったもんね、暗いですよね、あゆ、そうなんですよ、で結構マイナー調な、あのもう本当マイナーなコードで始まってマイナーなコードで終わるみたいな、そういう曲も割とヒットしてたみたいな時代だったなって今考えると、そうだね、なんかその年々で多分その流行りってあるけど、ありますよね。あ、確かにこの腐敗したって言ってるもんね、鬼塚千尋も。爆発して弾け飛んだとかね。そう結構えぐいこと言ってるね、今考えたらね。そうなんですよ、私も好きだったけどね、その世代の曲は。普通にそうなんですよね、結構ね、なんか内容、歌詞の内容とか改めて聞くとびっくりするような、なんかコッコのあの曲とかもなんかびっくりするようなこと言ってたりとか。そうだよね、なんか今そう考えたら割と明るい歌詞になったね、最近のヒットチャート。そうですよね、そうで、その後女性シンガーソングライターってユイとかミワとか、そういう流れになってじゃないですか。そこでちょっとやっぱり
変わったのかなと思って、こう夢に向かって頑張るぞ系なギタジョが流行ったのかなっていう。確かにキラキラギタジョ流行ったね。そう、キラキラギタジョがそこから来たんですよ、やっぱりなんか、うん、でもダークなのもやっぱいいよね。そうですね、うん、なんかこう時代は回るっていうんで、そのキラキラギタジョが流行った後ちょっとあいみょんが流行って、うん、その昔の昭和歌謡みたいな、まあ、そういうの流れもちょっと来てる感じがするので、またねちょっと暗い曲だったり暗い歌詞だったり、人の心にこう、ね、人の心に歌詞がこう届く系のアーティストの流れが来ないかなって思ってたりはちょっとしますね、うんうん、じゃあひかりちゃんの波がそろそろ切実系な切実系の流れがやってくるんじゃないでしょうか。なんかあのやっぱギター上が強いかなと思ってて、日本って。あーでも、最近トミーに前はなんかね、あや、うん、なんか彩香とかさピアノで歌うみたいな感じのそうね、うん、多かったけど、確かにここ最近ギター強めだね、はいはい、ギター強めで、うん、でアンジェラ・アキさんがまああのメジャーシーンでねピアノを弾きながらっていう感じだったんですけどね、アメリカに行ってしまったので。あ、うん、そっか、アメリカに行っちゃったんだ。そうなんですよ、だから今まああんまりこうメジャーシーンでピアノを弾きながら歌うみたいな人ってそんないないのかなみたいな感じで、うん、やっぱピアノも好きだし、だからねちょっとなんかピアノね、日本ってヤマハがあるからやっぱりピアノ人口が多い国だと思うから。そうだね、クラシックやってる人も多いもんね、うん、そうですよね、うん、なんかあのギタジョンもすごく素敵だと思うんですけど、うん、なんかピアジョも流行らないかなとは思ってますね。じゃあちょっとそろそろピアジョが来るかもしれないということで、一曲ね、はい、ここでひかりちゃんの曲を聴いてみたいんですけれども。ありがとうございます、はい、1曲目の曲紹介お願いします。はい、1曲目ですね、野坂ひかりのそれが幸せという曲を選ばせていただいたんですが、こちらが、ピアノ弾き語り切実系シンガーソングライターの切実系名刺代わりの楽曲として歌っておりまして、初めて、ミュージックビデオを作成して YouTube でも公開している野坂ひかりの、まあ、名刺代わりの楽曲、それが幸せ、オンエアしていただきたいと思います。はい、それではここでお届けいたしましょう。野坂ひかりでそれが幸せ。結婚して子供産んで幸せになります。笑顔の絶えない家庭を作ります。取り立てて特別なことはないけれど、家族が健康で元気ならそれでいいや。生活は平凡で何もない、贅沢もできないしお金もないし、そういえば新しいノートパソコン買っちゃったから、今月はちょっと節制しないと私は平凡な、私は平凡な、私は平凡な普通の人生。私は平凡な、私は平凡な、私は平凡な普通の人生。自分だけって思うことばかり、笑顔で作ろうってどうにかここまで生きてきた。頑張ったってどうしようもないこともある。両親の離婚を止められるわけもなく、そうやって自分が悪かったかどうかさえもう全然わからない。私だってさ、私だってさ、私だってさ、普通が良かった。私だってさ、私だってさ、私だってさ、
私は平凡な私は平凡な私は平凡な普通の人生私は平凡な私は平凡な私は平凡な普通の人生じゃない私は特別な私は特別な私の人生誰かに嘘つきってばかりされたり重いって言われたってもういいやこれが私なんだこれが私なんだ誰に救われるより私は自分で歩く聞いていただきましたナンバー野坂ひかりでそれが幸せでした。ということで今日はですねひかりちゃんへのメッセージをいろいろいただいておりますので、はい、早速ご紹介していきたいと思います。はい、ありがとうございます。まずラジオネーム奈良のしげさんから。はい、シンガーソングライターを目指したきっかけをお聞かせくださいとメッセージいただきました。はい、確かにね、なんかその始めるその流れは聞いたんですけど、こう曲を作るきっかけみたいなんとかってあったんですかね。はい、曲を作るきっかけか、まあ、初めて書いた曲17歳で蝶々という曲だったんですけど、なんだろうな、ただその自分の曲自分の歌詞を書いて自分で曲を作って自分の言葉で歌うっていう、それがなんか私にとって必要なことなんだなっていうふうに思った、うんうんうん、あの瞬間があったんですよね。その誰かが作った曲を歌うんじゃなくて、うん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 、自分で自分の言葉で歌詞を書いて自分がメロディーを作って自分のピアノで歌うことが私の人生の中で多分これをやっていけば自分の人生がいい方向に向かうんじゃないかなって思えた瞬間があって、うん、でもシンガーソングライターなんでなっちゃったんでしょうかね。なんかあんまりこう自覚はないかもしれない。その誰かに影響されてこの人みたいになりたいと思って、そのきっかけになったシンガーソングライターさんがいたわけではなくて、まあ、自分でピアノも弾けるから、じゃあピアノと、まあ、歌を歌うことが別で好きだったから、まあ、じゃあピアノを弾きながら歌えるんじゃないか、うんうんうん、やってみようみたいな感じだったような気がします。なるほど、うん、じゃあまあ全てはね、はい、もう何でしょう、ご縁じゃないですけれども、その流れ で、まあ、でそんな感じでした。はい、うん、いやでもね、それでね今こうやって続けてこられてるのすごいですよ。やっぱご縁があったんですよきっとね。え、ていうか私エリさんのきっかけ聞きたいな。エリさんどんな感じで。うん、私でもあれだよね、承認欲求の塊だよね。そうそうそう、いじめられてたから自分の居場所を探してるみたいな。はい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 、やっぱりこうね、はいはい、こう発信をしていると見てもらえるじゃん。うんうんうん、うん、そこからこうなんか、あ、自分もいていいんだみたいな感じでこう曲を作り始めて、はい、この業界にズブズブハマってったみたいな。あー、そっか。でも私もなんか小中とやっぱり友達関係が結構ちょっと問題あるクラスっていうか、うんうんうん、特に小学校の時の方がそれで、でそのなんかこういきなりこう女子グループからはぶられちゃった時期があったんですけど、その学校の中でピアノを一番弾ける生徒が私だったんですよ ね。 なるほどね。でその音楽教師の先生もあんまりピアノ伴奏が得意じゃなかったから、うんうん、私にこうピアノ弾かせてたみたいな感じだったんで、先生おいおいそうだからピアノ弾いてると私の居場所があるみたいな、その感じはあって、やっぱりそのエリさんとちょっと似てて、なんか見返してやりたいっていう気持ちあったんですよ。うんうん、そうそうそう、あるよね、見返してやりたい的な。あった。なんか最初は見返してやりたいっていう気持ちが結構
持ってやってたけど、うん、それがその活動続けることによって見返すとかじゃなくて、そのなんだろうな、自分に関わった人たちが幸せな気持ちになってくれたらいいなっていう方に変化していったので、それは良かったなと今思ってますね。そうそう、やっぱね、うん、年とともにこうなんかなんでしょうね、ある程度見返したいっていう気持ちが落ち着いて、うん、ね、落ち着きました。そうそう、落ち着いてきましたね。落ち着きました。ね、だんだん落ち着きますよね、うん、だんだん落ち着きましたね。そうなんです。なのでね、まあ、ここからはこう皆さんの幸せのために、そうなんですよ、2人も歌っていきますんでね。そうそう。はい、ラジオネーム奈良のしげさん、メッセージお気にありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう1つ、ラジオネームザキさん、ひかりさんのご活躍陰ながら微笑ましく思い応援させてもらってます。自分自身がいろいろと大変だった時、ひかりさんの楽曲に出会って、その切実さがなんとなく自分に重なるもの部分があって、それからハマりまくってます、と。おお、切実系ハマってるそうですね、はい、ねえ。で、ひかりさんに聞きたいこと、何をするにも最適な今のこの秋に何か新しいこと挑戦したい、もしくはしていることって何かありますか、はい、自分はちょっとほんの少しピアノを始めてます、みたいなメッセージいただきました、ねえ、秋にか、始める、そうですね、YouTube とか、うんうんうん、Aさん TikTok とかってやってます？そう、 TikTok やってるんですけど、全然スピード感についていけない、うん、ですよね。なんか全然ダメ。でもやっぱ流れがね、やっぱり TikTok とか、あのインスタグラムのリール動画とか、うんうんうん、YouTube のショート動画なんだなっていうのは、なんとなく周りの活動してる方から情報を得て、それに乗り遅れてるなっていうのがあるので、ちょっとずつなんですけど、私もそういうカバー動画とか、なんかそういうのをね、あげたいなと。あとストリートピアノにちょっと行ってみたいなと思ってますね。あ、いいね、ストリートピアノ。最近、はい、まあちょっと前から、数年前ぐらいからずっとね、うん、なんか流行ってますよね。うん、流行ってる流行ってる、うんうん、いいじゃないですか。そうそうそう、東京タワーのとことかいろいろあるんでしょ、はい、なんか、そうそう、都庁？都庁ピアノとか。都庁か。都庁が一番有名なのか。有名ですよね、うん。はいはいはい。いいじゃないですか。うん、やってみようかなと。ちょっとね、ストピ界隈ってまた別界隈だから、お手柔らかに。ストピ界隈なんかすごいよね。なんかすごい。まあね、うん、あの女子だとハラミちゃん筆頭に、なんかすごいんで、うん、お手柔らかに。知り合いがなんかインスタでバズってた。おーって思いながら。マジですか。そう、私もやっぱりね、知り合いがね、やっぱ YouTube とかでバズってて、ストピで。で、ね、両方、自分のそのライブ活動と、そのやっぱりストピの方も宣伝になるから、みんなやったらいいのになって思ってるんだよねって言われて、まあ確かになっていうのはね。そうだよ、ひかりちゃんぐらいさ、ピアノ弾けたらストピできるじゃんね。はい、いやでも怖いですよ、ストピの人って。なんか日本のストピってやっぱりなんか技術をひけらかす気じゃないけど、なんか確かになんか技巧的じゃないと弾いちゃダメなのかなみたいな。すごい技巧、みんな技巧上手いから、うん、やっぱクラシックで音大に行ってとかね、留学してみたいな人がほとんどなんで、ちょっと怖いなとは思ってる、うん、確かに私もちょっと要手出しません。そっちは怖いなってちょっとなりますよね。はい、なってますね。まあでもね、新しくそういうことを始めたいということで、これからね、いろいろ活動をちょっと楽しみですね、うん、はい。あともう一つですね、はい、ラジオでもコキアンさんからメッセージいただいておりまして、はい、渋谷クロス FM さんで、ラジオ今されてらっしゃるんですよね。あ、そうですね。で、はい、そのラジオ、野坂ひかりのマリアージュミュージック、お疲れ様でした。過去1位か2位を争う盛り上がりでしたね。はい、リアタイ配信で楽しませていただきました、うん。これからもすごく楽しみにしています、とメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。そう、ラジオをね、されてらっしゃるということで、はい、今どんな感じでされてらっしゃるんですか？はい、他局ですけど大丈夫ですかね？あ、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます、はい、渋谷クロス FM さんで生放送の、ラジオをやらせていただいてまして、うんうんうん、はい、毎月第3月曜日のお昼午後、1時から1時50分に野坂ひかりのマリアージュミュージックという、タイトルの冠番組をやってるんですけれども、うんうんうん、渋谷クロス FM って結構珍しいんですが、うん、機材がね、スタジオで借りれるんですよ。へー、あそこ、そうなんだ。
そうなんです。あのピアノキーボード88件のキーボードも借りれるし、あるんだ。あるんです。その譜面台とかも3個とかあるし、あそこでライブできる勢いだね。そうなんです。でその、 あのきっかけになったのがさっき、打ち合わせかなって話してた夏美ちゃんっていうギター弾き語りのシンガーソングライターの女の子が、うんうんうん、あの番組をやっぱりやられてて、そこにゲストとして野坂ひかり呼んでいただいた時に、うん、やっぱ生演奏コラボっていうのがあって、おそこであの演奏させていただいた後に、まあ、渋谷クロス FM の社長さんとお話しさせていただいたんですけど、うんうん、あの夏美ちゃんもクロス FM で番組を持つきっかけっていうのが、渋谷の街中で路上ライブをやっていた時に通りがかったその社長さんに声をかけられたのがきっかけだったみたいで、そんなきっかけ、ね、そうそうそう、なんか今度渋谷のクロス FM っていう新しいラジオ局を作るから、そこでよかったら番組持ってみないって言われたんですって。へえ、まあ確かに渋谷の駅からそこまで遠くないもんね、局ね。そうですね、まあ5分くらいかな、うん、そうだね、私も出たことあるんですけど、うん、おお、ね、ガラス張りっていうか、なんか結構ね、うん、あの外からも見えるようなね、う、な観覧もできて、うん、はい、素敵な場所、うんうん、でそこでやっぱりその社長さんがあのインディーズアーティストのことを応援したいっていう気持ちであの曲を作ってるって言われてて、だからこそあの路上ライブって止められやすいじゃないですか、結構警察とかに、だからその渋谷の駅で路上をやるよりうちのラジオ局で歌ったらいいんじゃないかと思って、機材とかも全部揃えていただいてるみたいなので、それをすごい聞いた時に、あー、それそのなんか社長さんの思いにも貢献したいなと思って、あの私の番組マリアージュミュージックではマリミュっていうね、あの省略ネームがついてるんですけど、うんうんうん、全部あの生ゲスト様をお呼びして、毎回新しいゲスト様と生演奏コラボを2曲必ず演奏するっていう構成にしているので、わあ、うんうん、じゃあ準備大変だね、はい、そうですね、なるほど、そういうことか、めっちゃ、うん、準備は大変なんですけど、うんうんうん、なんかこうやっぱ ライブだとできないコラボみたいなのができて、それはすごく楽しいし、うん、ファンの方も喜んでいただけてるんじゃないかなと思っています。生放送でね、はい、生演奏だから結構緊張しますけれども、その感じが、うんうん、まあ、逆に聞いてる方には新鮮かもしれませんね。あ、確かにね、なんか昔の音楽番組みたいなあのこともありますね。あ、確かに昔はね、こうなんか結構、はい、演奏隊がちゃんといてじゃないけどね、はいはいはい、そうなんですよ。なのでこう番組の進行によってはこう長引いてしまって、生演奏がジャンって終わった後に、終わった時に番組が切れて、アフタートーク、エンディングトークまでたどり着かなかった、まあ、前説の回とかがあったりして。確かにね、なんかこう、うんうんうん、生演奏はちょっとちゃんと聞かしたいもんね。そうなんですよ、だからあの本当曲が終わるところまで持ってよかったねっていう本当で、途中でパツンと切れたらね。そうです、そうです、寂しいじゃん。はい、でもそういうね、あのトラブルみたいなのも生放送はね、やっぱ、うんうん、逆に楽しんでいただけたらと思うんでね。そうなんですよ。いや、ちょっとあの今後またね、どんなゲストが出てくるか楽しみですね。はい、はい、ありがとうございます。アーカイブとかはなくて、その生放送一発をアーカイブあるんだ。うん、あの野坂ひかりの公式 YouTube チャンネルに全部動画でアーカイブが上がってるので、しかも動画素晴らしいですね。そうなんです、それもね、やっぱりあの渋谷クロス FM のいいところというか、うんうんうん、全部映像付きであのラジオを配信されてるので、うん、その映像でも後ほど楽しんでいただけるというのがいいなと思って、その曲でやらせていただいてますね。ハイテクやな、さすが渋谷クロス FM。 ハイテクやな。確かになんか渋谷って感じしますよね、なんかね。せやで、こっちから雪国やからな。うん、雪国、いや、いいですよ、なんかあの新潟っていう感じでいいですね。確かにどんだけ雪降るって感じのネーミングですけど ね、あのだってエリさん、雪降った時すごい大変だって言ってましたよね。もう雪掘らなあかんからね、3メーター、ね、4メーター積もっちゃう地域なんで。うわ、大変だ、はい、いつか雪の時期に皆さんいらしてくださいね。びっくり
しちゃうよ帰れないかもしれないね帰れなくなっちゃうはい、ということでね、まあ、ひかりちゃんも楽しいラジオ番組をされてるということで、皆さんぜひ聞いてみてください。ありがとうございます。そして10月21日以降ライブの告知等はありますか？はい、ですね、ちょっと大きいライブを来年の1月の22日、ワンニャンニャンの日曜日の夜に、ワンニャンニャンなんですよ。私が忘れないようにもワンニャンニャン言いまくってるんですけど、めっちゃ覚えやすい。23年、そうなんですよ、ワンニャンニャンのね、はい、日曜日夜に渋谷のジェイジで、お、はい、野坂ひかりのびのびになっていたサードアルバムのレコ発ワンマンをやりたいぞというですね、うん、ワンマンライブがあります。お、はい、そうなんですよ。グランドピアノもありますからね、そこは。あ、ジージありますよね。あります。そうです、そうです、はい、じゃあそこでね、新しいアルバムをゲットできるということですか？うん、そうなんです。だからそれまでにちゃんと作んなきゃいけないので、ちょっと葉っぱかけないとと思ってます。あ、まだ、あ、そっか、今 Now ね、作ってる Now。 いや、でもレコーディングはね終わってて、あとは本当にミックスマスタリングとその CD プレスだけなので、あ、まあ、じゃあ頑張ればできる。間に合う、大丈夫、まだ、うん、まだまだまだいけるまだいけます。エリさん、どれくらい、最短でどれくらい作りました、ちなみに？え、どれが期間？エリサ、そう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 、期間でもどうだろう、毎月出してるからな。だけどどうだろう、毎月？そう、月間の。あ、でもそれはプレスとか出してないから、プレスとか出すとやっぱ 2、3ヶ月かかるよね、デザインとか全部ね。そうですよね、やっぱね、はい、いやでも何曲入りですか？ね、何曲だっけな、10曲いかないくらいは撮ってあるんですよ。めちゃめちゃ撮ってるね。そう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 、撮ってあるはずなので、あ、それちゃんとやりますね。本当にエンジニアさんにいい加減私が連絡しないといけないなっていうことをちょっと今ひしひしとラジオで感じております。頑張るいやでもそんなにボリューミーなね、あのアルバムがワンニャンニャンの日にね、ワンニャンニャンの日です。1月22日にゲットできるということで、はい、よろしくお願いします。配信とかもあるんですかね？あ、やります配信、はい、じゃあライブ配信とかもあるそうなので、詳細はね、はい、野坂ひかりちゃんのツイッターとかね、はい、サイトとかで見ていただけたらと思います、うん、そうですね、はい、お願いします。それでは他にもねライブたくさんあると思うので、そのあたりはチェックしていただきつつ、はい、最後ですね、リスナーの皆様へメッセージをお願いします。はいはい、FM 雪国FM 雪国お聞きの皆様、はじめまして、野坂ひかりです。本日は小川えりさんの番組にお呼びいただいて、楽しくお話しさせていただきました。本当にね、あの新潟はお米が美味しいというですねことを、あのひしひしと私もあのお米を販売しながら感じておりましたので、ぜひぜひあの新潟にもこの先歌いに行きたいなと思っております。はい、その際はエリさん、ぜひよろしくお願いします。ぜひ遊びに来てくださいいつでも呼びます。はい、あ、ね、っていうか、あの東京に来た時はね、これからね、エリさんがねちょっとお休み産休されるということなんですけれども、はい、あのまたライブもご一緒させていただきたいなと思ってます。また産休明けにまたお声かけさせてください。そうなんです、ぜひ。私もぜひ、それこそジェイジとかでね、一緒にスリーマンとかやりたいなってずっと思ってたので。あ、めっちゃやりたい。いつでも、うん、あの復活後はお声かけください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後の楽曲ですね、はい、2曲目の楽曲の曲紹介お願いします。はい、2曲目に選んだ楽曲は野坂ひかり の鉄板バラードといいますか、観覧車のてっぺんでという曲を、セレクトしたんですが、はい、何度も友達 の結婚式で歌ってきたような曲で、はい、誰かと一緒に生きていくその人生の幸せということを、まあ、テーマとして歌った曲なのかなという気持ちがありまして、うん、エリさんのご解任へのね、あのおめでとうの気持ちを込めてお送りさせていただけたらなと思います。なんと、はい、ありがとうございます。本当におめでとうございます、エリさん。嬉しい、ありがとう。ね、
またお会いできる日を楽しみにしております。私も楽しみにしてますので、お体を大事に、本当に無理せずお過ごしください。はい、今日はありがとうございました、はい、こちらこそ本当に楽しく、もうすごいあっという間の1時間でした。はい、もう結構いっぱい喋っちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは最後のナンバー、野坂ひかりちゃんの観覧車のてっぺんでお届けさせていただきましょう。今日はゲストで来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。野坂ひかりでした。しております小川えりのおきにラジオリターンズ、お相手はシンガーソングライターの漢字の小川にカタカナのえりで小川えりがお届けしております。さてさて、今日のラジオテーマがですね、なんとなく思いついたテーマで、コレクター魂ついつい集めちゃうものということでメッセージいろいろいただいておりまして、そう、野坂ひかりちゃんのファンの方もですね、今日はメッセージいただいておりまして、ラジオネームコキアンさんからメッセージいただいております。コレクター魂ついつい集めちゃうものは、最近だとひかりさんのマンスリーライブ CD になるかと思います。もともと CD はそこそこ買う方だったのですが、サブスク配信も増えたし、近年の増税と可処分所得は減りつつあり、支出もかさみ置き場所も取るのでそんなに買わなくなったんですが、ひかりさんの曲は全曲好きなので、行けなかったライブ行けても再度ライブの臨場感を味わえるので、音源化はとてもいいなと思います。なので毎度欠かさず買っています。やっぱね、こういうね、あのファンの方がいらっしゃるからミュージシャンなんとかやっていけるんですよ。ほんとファンの鏡のような、ありがたいですね。そう、やっぱ私もね、月刊の CD 出してるんですけど、毎月ね集めて、こうコレクター魂をこう
燃やしてくださってる皆さん本当にありがとうございます。毎月作るねのもね結構やっぱ大変ですしね、そのひかりちゃんもきっとライブ CD の編集とかいろいろあると思うんですけれども、皆さんがねそうやってね温かく手に取ってくださるからちょっと頑張ろうっていう気になりますよね。ラジオネームコキアンさんメッセージお気にありがとうございます。そしてもう一つ、ラジオネームジョキャボイさん、テーマについてですが、ついつい集めてしまうものは何個かあります。サッカー J リーグの文房具、小学校の時大好きな鹿島アントラーズのペンやノートを使っていて、友達が違うクラブのを持っているとあのチームでもかっこいいなとよく思っていました。いつか全てのクラブを揃えたいなんて考えたり、高校卒業して免許を取ってからリサイクルショップ巡りでコレクション開始、2016年にヤフオクで新品1円の在庫品を見つけ根こそぎ落札、今じゃたくさん揃いました。大人がいいってやつですね。さすがなかなかねこう小学校の時は集められなかったグッズが集まるのはなかなか気持ちがいいものですね。そしてさらにシャンキューグッズ、ブックオフでは必ず CD チェック、未開封がたまにあるので見つけたら必ず買います。1996年に出たベストは10枚ぐらい未開封でマジで保管してんの、すげえファン魂ですね。グッズもリサイクルショップやメルカリで買ってます。まだまだ集めますよということで同じ CD ばっかり、すごいめちゃめちゃコレクションしてるやん、すごい筆箱がブワーンって並んでる。なんかこの筆箱懐かしい、私こういうの持ってた、セレッソ大阪のやつ持ってた、大阪人やからさ。すごい、なんか圧倒されてます。ありがとうございます。ラジオネーム上京ボイスさん、そしてもう一つ、ラジオネーム奈良のしげさん、コレクター魂、昔は記念切手や記念切符を集めていましたがキリがないので、最近では旅行に行った先のお寺や神社などの御朱印やお城の登場印などを集めています。この前の旅行では出世城の異名を持つ浜松城を訪れた際に登場印をいただきました。いや私もですね、御朱印をですね一時期集めていたことがあって、今ちょっと御朱印熱が若干冷めちゃったんですけど、うちのお母さんとかもめちゃめちゃ御朱印集めてます。なんかね急に御朱印集めたくなるんですよね。また最近御朱印帳が可愛いんだこれが、だからねちょっと落ち着いたらまたね御朱印帳でそのお寺とか行ったのを御朱印帳巡りね再開したいと思っています。今日のラジオテーマコレクター魂、皆さんいろいろ素敵なメッセージお気にありがとうございました。それではですねそろそろ時間が迫ってきておりますが、今週末ですね長野の飯山ナチュラというところでライブがあります。とても綺麗なホールなので本当におすすめです。私は1時55分から2時10分まで歌わせていただきますので、ぜひぜひねいつもとちょっと違った感じのライブになりますので、ぜひ駆けつけていただけると嬉しいです。その他詳細は漢字の小川にカタカナの入りで小川入りのツイッター、フェイスブック、ホームページご覧ください。ということでいよいよ時間がなくなってまいりました、来週もこの時間元気にお耳にかかりましょう。小川入りの大きにラジオリターンズでした。ほんまに皆さん大きにありがとうございます。皆さんいい夢見てくださいね。おやすみなさーい。